はい、どうも、タカボンバーです。マインクラフトをね、やっていきたいと思います。で、今回は何をするかと言いますとですね、なんだっけ、ドラウンドのね、経験値トラップをね、作ったんですけども、結構ね、やっぱり、アイテムがチェストにね、すぐいっぱいになってしまうので、あれをなんとかね、できないかと考えて、腐った肉とね、他のものを仕分けするようなね、システムをあそこにね、つけてやろうかなと。いわゆる仕分け機のね、機能をつけてあげようと思います。それで今回はそれをやりたいと思います。それではやっていきたいと思います。よいしょ。なんかさっきからね、周りで、雲がね、雲の音が聞こえる。いる？どこにいるんだ？お、クリーパーくんだ。屋根の上かよ、やっぱり。倒した。はい、それではですね、着きましたんで、中の方ね、入っていきたいと思います。このね、待機場所も、うわ、なんだ、おい。おい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 、おいおいおい、お前何やってんの、そこで。ちょっと待って。なんでこんなとこに乗ってんのかな。なくなっちゃった。あったあった。どうしてそこ乗るかね。お、湧いてますね。あ、ちょっと待った。やべ、向こう何もやってないんじゃなかったっけ、今ね、この下、そう、改築しようと思ってですね、いろいろやってたんですよ。あ、大丈夫ですね。止まってますね。そう、ピストンで一応ね、流れをね、止めれるようにしました。そう、作業してる間に、ね、流れてきたら嫌なんで、これやばいな。ですね。暗いな。暗いぞ。で、まあこんな感じでね、トライデントとかすごく溜まっちゃうんですよね。なんで、これをね、うまいこと仕分けしてやりたいなと。で、一応全体的に掘り下げて、ちょっとね、拡張してるというか広げてます。で、今ここもね、綺麗に板張りにして、まあきちんとしたね、部屋にしようかなと考えてます。で、今回はね、ここに一応処理槽を作るんですけど、ここからこっち、処理槽がこの3マスで作りたいわけですよ。落ちて、ここからホッパーで流れて、1、2、3だから、ここにちょうどチェストが来ればいいんですよね。流れてくるホッパー、そして仕分けをするホッパー、仕分けの機能をつけたホッパーで、で、チェストに流し込むホッパーが一番下に来るんで、3段がちょうどいいぐらいですよね。なので、どうしようかな。こうで、ホッパーが、よいとなるわけですよ。こんな感じですね。で、ここが処理槽で、落ちてきて、ここで叩くと。このホッパーを、よいといって、スイッチポチでいいんだよね。なんだけど、なんか、あ、違う、なんで1個触る？いっか。あ、そっか。この中にバケツを入れて、
リバーをここにつければ、こっちに行くね。ああ、もう一回押さなきゃダメか。なるほど。じゃない。まあいいでしょ。これでいいでしょ。簡単でね。で、ドロッパーをこっちに置けばいいのか。こういうことっすよ。ね。で、チビゾンが、あ、違う、これか。チビゾンが落ちてこないように、ここに、こうですよ。じゃあ、くれえな。そしたらですね、これにあれですね、つけていきますか。まずは腐った肉が入るところ、そして金で残りが入る場所で、まあ足りなかったらまた作ればいいからね。こことここでしょうがなわけだね。そしてここにレッドストーントーチを、こうですよ。こうつけますよね。そして、さらに、ここを穴開けて、こっち向きに、反復装置をこう置きます。ね。で、この上を、あ、ここに、チェストに向かって、ホッパーをつなげて、これで、次に、ここに、こう置いて、ここもう一段高くするんだよな、多分ね。その前にあれだ。このチェストの上にこんな感じ、羊毛でやるとね楽ですね。でホッパーをさらにまた向こう向きにこの上にくっつけます。そしてでコンパレーターを、あれ、こっちのここかな、向こう向きにこうつけて、で、ここをちょっときれいにするか。こうしといて、レッドストーンでつなげますと。ここにしようかな。まあ簡単に作れるんだけど、ホッパーをめちゃくちゃ必要とするので、ホッパーはね、あ、これか。何個作るかによって変わってくんだよね、こいつね。こうしてつけとこう。めんどくさいからね、とりあえず。まだ後で直しますよ。これって、ここの中に、よいしょ。これを、1、2、3、4、5、6、7、8、9と、11、12、13、14、15、16、17、18の、
1111と入れるわけですよ。するとここには腐った肉、ここには菌が入るというね。とりあえずここに入れちゃえばいい。菌と腐った肉を入れます。ほら光ってるでしょ。あれ違う、逆向き。あ、分かった、間違った。こうだ、こうで、ここにこうだ、これで動いてるよね。はい、腐った肉やらかした。これでここに1個入れて、1234567891と15161718、これでいいか。違う、で来たね。ナイス、出来上がりましたね。こういうことです。なのでこれで菌と腐った肉以外はここに来ると、そういうことっすわ。はい、それではですね、5分ほどちょっとね、あちらのね、待機場所にね放置しておいたので、どんな感じになったのかね、見てみたいと思います。結構落とすね。あ、いる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 。あ、そっか、水浸しにするの忘れていた。おお、すげえ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 。あれ？なんで飛び出てくんの？なんで飛び出てくんの？なんで防具飛び出てくんの？外れたやつが。めっちゃ出てきたやん今。ほら、こっちには一応分け、ここに仕分けに入らないや。あ、菌入ってる入ってる。これ抜いたっけ俺菌。まだ腐った肉は来ないね、倒してないからね。詰まってないよね。なんで横に飛び出てきた今。上からかな。ね、こうですね。で、今いっぱいいるんで、こいつをちょっと遠巻きから SPC。当たってない。よし、直す。叩いて、こうして、直す。お、直ってるね。治った。よし、治った。あとは普通に叩いて。これ、中禅ついてたっけ？ついてないね。こいつは？ついてないね。あとは倒せる。寄れるようにした方がいいか。ここ綺麗にしよう後で。え、う、お、あれ？何こいつら？なんであそこで引っかかってんのこいつ。あー、そっか、水がそこまであるからか。これどうしたらいいの？あー、そっか、水を切ればいいのか。そういうことか。ね、
さあ、どうでしょう。ピッと。お、来てますね。ピッと。お、入ってますね。ピッと。ああ、だいたい全部こっち来るんだ。いい感じじゃないですか。グラウンドの、経験値トラップの方ね、綺麗にしたんで、そちらはですね、ちょっとね、見てもらいたいなと思います。結構ね、整理して綺麗にしました。でね、今ね、ゴミ箱をね、作ろうかなと考えております。こう流れてますね。まあ、こんな感じで、まず入り口なんですが、ここはね、照明の、まあ、機械庫みたいな感じでね、作ってあります。機械室みたいな感じで。で、下に降りて、もうこの辺からも分かるように、相当綺麗にしました。うん、こんな感じでね、ここは一応処理槽になります。向こうから、こっちのレバーを、この左側のレバーをね、オンにすると、オフか、オフにすると、あそこのね、粘着ピストンが下がって、向こうに溜まってるね、ゾンビが落ちてくるような感じですね。でこちらが、水のね発射装置から、水が出るようになってます。で今まではこっちの方にいろいろな、作業台だとかね、チェストとか置いたんですが、もう全部ねこっち側に集約しました。こんな感じでね。でこれが一応ですね、ここ機械庫になっているんですが、こんな感じでね、簡単な、仕分け機になってます。一番右端に腐った肉が入って、その隣に菌が入って、でそれ以外のものがここに入るような感じになってますね。でね、とりあえず向こうから、この一番上のね、なんだっけ、ホッパーが、こう向かって左側の方に流していくような感じになるんだけど、まずここで、腐った肉がね仕分けられて、ここで、菌がね仕分けられて、それ以外がここの1回チェストに入ります。でこの予備チェストから下に降りて、ホッパー通りね、ここにねそれ以外のものが入るような形になってます。まあ、なんでこういう風にしたかというと、やっぱりね、その他のものが結構ね、いっぱい溜まるんで、トライデントとかね。なので、一応ここに予備のね、チェストをね、置いたような形にしました。うん、こんな感じで、ここが一応、まあ、こんな感じですね。よいしょ。で、こっち側は、一応ね、こっち側も、この、ピストンとその水流を流すためのね、スイッチレバーのね、回路があるんで、こういう風にしてあります。うん。とりあえず入れちゃおうか。ほいっと。来た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 。すごいっすね。あれ？窒息してる？もしかして。すごいいるな。まだ来る。これで終わりかな。そしたらこのスイッチをオンにして閉じて、ここで水を入れます。でこのね、あそこを閉じるようにしたのは、まあ、作業するときとかもここにね入ってくると一回一回倒さなきゃなんないのと、あとはこういうふうにね水につけてる間にね向こうに行っちゃうんですね。ここ空いてるとね、ドラウンドになるとね。なので、閉じるようにしました。まあいいや、これを待ってる間に、ゴミ箱回路を作っちゃうか。ゴミ箱回路は、ここに、ドロッパーだね。はい、こんな感じ。もういってますね。ちょっと、一回、水を閉じます。そして、剣に変えて、こいつをこうして、叩いてこれに切り替えて近寄る、すると経験値が入って、ツルハシがね耐久が戻ると。着火のポーションとかさ、
金のリンゴがあればね、村人さんに帰れるんだけどね。それも今度考えますか、なんか。はい。で、これで流れてきたのが、ここに腐った肉が入って、3個増えてますね。さっき10個だったんで。あとはいろいろとこんな感じで。んで、ここに、溶岩を入れて、はい、とここね、でここを閉じます。危ないんだね。で回路をここに組みたいんで、どうしようかな。こっちいらないな。こうしよう。そしてどうだ、ここにまずコンパレーターを置いて、そしてこれが反復装置がこう、そしてここをこうして、あとはレッドスタンでつなげんだけど、これでつながるかな。こう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 ですよ。こうなるわけですよ。このドロッパーに向けて、コッパーをくっつける。で、ここにチェストを置くと。こういう感じ。いや、今回は皮をちょっと使います。こうやって、ほら、カタカタ言ってるでしょ？ないね。で、こっちのホッパーにもない。で、下のドロッパーにもない。完成でーす。これで、なんだっけ、ゴミ箱ができました。溶岩でね、燃やして終わりっていうね、ドロッパーの、なんだっけ、ゴミ箱です。といった感じですね。簡単な、仕分け機の方を作りました。こんな感じでね、至って簡単です。まあ、一つの仕分け機に対してコンパレーターと反復装置って何て言うんだろうね、反復装置とコンパレーターが1個ずつ、あとレッドストーントーチが1個で、ホッパーが流れてくるホッパーを合わせると3つ必要なのか。あとレッドストーンの配線というかね、線でつなぐのが後ろにこんな感じでつなぐんで、まあそんな難しくないです。はい。ただ、鉄をね大量に使うというね、このホッパーを使うんでね、まあそれだけですね、ネックは。といった感じで今回はこの辺でね、終わっていきたいと思います。ドラウンドの、経験値トラップの回収したアイテムを仕分けるための仕分け装置を作るということで、ね、お送りしました。ご視聴ありがとうございました。よろしかったらチャンネル登録の方よろしくお願いします。そしてですね、また配信した時には見に来ていただけたら嬉しい限りです。あとですね、コメントなんかもね書いていただけると今後の励みになりますんで、よろしくお願いします。といったところで、それでは、したっけ？